はい、こんにちは、マメタンクです。今日の動画は、今現在行っている肩のトレーニングの動画になるんですけど、まず第1種目目がダンベルのショルダープレス。結構これもう自分は長いですね。1種目目にダンベルショルダープレスはもう結構どれぐらいだ、2022年ぐらいからやってるんで、もう2年ぐらい1種目目に持ってきてるんですけど、まあ自分の中で結構感覚がダンベルの方がいいし、すごいこう体を安定させながら押す感覚が好きなんで、自分はダンベルを好んでやってます。でまあ1種目目ってことで結構重さ持ちたいっていうのもあって、この日確か1セット目3レップぐらいしかできなかったんですけど、まあでも全然自分の中では3でもかなり効くんで、それもまあ1セットの中で3できる重さもやれば、まあ、6レップとか結構まあ回数多めの種目で、セットでやる時もあります。でまあこの日は、確か今撮ってるのが8月の16日で、8月の11日だっけな、この日は。で、日曜日なんですけど、今毎週日曜日ゲストでいろんなところ行かさせていただいてるんですけど、ちょっと次の週トレーニングができないっていうのがあって、ゲスト前にちょっとやってる感じです。なんでちょっと、朝起きてすぐだったんで、本当に早朝だったんで、もう飲み物しか飲まず、プロテインだけ飲んで、トレーニングっていう感じで、まあ慣れなかったですね、ちょっと。まあ、自分の中でこれダンベルショルダープレスに関して意識してるところに関しては、腹圧のコントロールと肩甲骨の位置と、あとまあ骨盤の向きなんですけど、骨盤の向き意識するってよりかは、自分の中ではあんまり前傾後傾しすぎないように意識はしてるんですけど、まあ、これ意識ってよりかはその前傾後傾しない座り方で座ってるって感じ で、そうすると結構、肩だけで押す感覚が強いん で、最後の1レップぐらいは軽く胸椎立てて、まあ、胸の力も一緒に使いながらって感じで全然いいと思うんで、まあだいたい3セットくらいやる形です。まああの日本選手権まで、まあもう2ヶ月切って、もうすぐ1ヶ月っていうとこなんですけど、なんだろうな、今年結構炭水化物をかなり多く取りながら、減量してて、トレーニングの調子は結構強度落ちずに逆に上がる種目もあったりっていう感じでいいんですけど、まあ、絞りが去年に比べるとちょっと遅め、スローペースなところもあるんで、まあここはちょっと今後詰めていきたいなっていう感じで、まあ今あの前話したように管理栄養の方ついてもらってご指導いただいてるんですけど、結構炭水化物多めで、タンパク質が例年の倍ぐらい少ない状態で、まあ初めての
チャレンジってことで、やってるんですけど、まあ、だいたい10日おきに食事が送られてきて、それを実行するって形で、まあ、今後炭水化物がさらに増えていくってことをお聞きして、まあ、自分の中では結構大会近づいていくと落としていく一方だったんですけど、こっから逆に増やしてタンパクを落としていく だっけなっていう感じで、まあ残り1ヶ月ちょっと頑張りたいと思うんですけど、そうですね、今撮ってるのが8月、撮ってるってこの音声入れてるのは8月の16で、今週末が三重県のゲストなんですけど、7月からも毎週、今週末まで毎週ゲストで本当にありがたかったんですけど、なんか今週でゲストが終わってしまうと思うとなんか悲しいですね。なんか9月、まあ岡山の小学校で小学6年生の集会の時に僕がゲストとして、ポージング披露して、まあ、テレビ局とかも入るらしくて、まあ、披露しに行くんですけど、まあ、そこが今年ラストのゲストかなって感じでですね。うん、まあちょっとこう見ると2ヶ月前のコンディションって思うとちょっと絞りがかなり遅い感じがするんで、こっから本当に詰めていきたいと思います。はい、まあ肩の種目に関しては最近は何種目だ、1、そう、これ取れてない種目もあったんですけど、最近だとダンベルショルダープレスで、まあ勤務先でトレーニングすること多いんで、で自分今4箇所で勤務させていただいてるんで、その環境にもよるんですけど、まあ、ダンベルショルダープレス、スミスかマシンのショルダープレス、リアデルト、ダンベルサイドレイズ、ダンベルインクラインサイドレイズ、ダンベルシュラッグっていう形で、6種目今行ってます。全部だいたい2から3セットぐらいですね。でまあこの日はシュラッグとかリアデルトは取れてなかったかな、ちょっと取り忘れてたんでですけど、まあ、肩に限らずどの種目もそうですけど、初動のこの負荷を乗せてから力を出すっていうとこはどの部位も変わらないんで、まあ参考にしていただけたら幸いです。ってことで、まあ今日はこんな感じで動画終わりたいと思います。残り1ヶ月半ちょっと頑張っていきます。応援の方よろしくお願いします。